鉄道ビジネスカジュアルへようこそ。今日はですね、前回に引き続き、日差しを貸して母屋トラタ鉄道会社、第2弾をお届けいたします。今日は私、田中のぞみと管理者本人の平成鉄道でお届けいたします。よろしくお願いいたします。あれ、誠司さんは？誠司さん、なんか今日は体調が悪いということで、私にバトンタッチしてほしいということで私は引き受けております。なんか誠司さん、この前なんかですですばっかり言ってね、北条鉄道とかつくばエキスプレスで、なんか半沢直樹の香川照之さんのなんかハマってるような感じがなんかしてるんですけど、なんでふざけてるんですかね。です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 言うから風邪ひいたり体調悪くなるんですよ。言葉は言霊って言いますからね、やめた方がいいですよ。はい、私もやめてくださいと何度も言いましたが、ハマっているようですね。今日は管理人ご本人と一緒ですか？はい、今日は特別私の方がナレーションさせていただきます。よろしくお願いいたします。ところでのぞみさん、AI と人間の違いというものが2つあります。何が違うと思いますでしょうか？いきなりですか？急に言われても分かりません。 AI さんは、伝えることを正確に伝えるのは非常に、優れております。ただしですね、2つ欠けてるところがございます。2つって何ですか？そうですね、まず1つはアドリブが効かないということですね。人間はセリフ以外にいろんな、エピソードをやったり、アドリブが効くんですね。で、2つ目はですね、やはりその発音、日本語の発音が、おかしいところがあるので修正しなければいけないというところが、欠点だと思います。あとは全然大丈夫でございます。よろしくお願いします。1つ目のアドリブは AI は無理ですよ。私たちは書面の文章をそのまま読むだけですから、逆にそれが長所です。2つ目は、私たちには辞書機能があるのですよ。辞書機能を使えば正しい発音で話します。そうですか、やっぱり私が言った通りですね。ところでのぞみさんって、今日話しする JR 東海とは切っても切れないお名前でございますね。そうなんです。だからあまり JR 東海さんの悪口は言いたくないです。いや、ちょっと悪口なんてちょっと人聞き悪いですよ。悪口ではなくて、このシリーズは事実を伝えてるだけでございます。今日はですね、日差しを取られた会社は JR 東海さんです。それから取られた、日差しを取った会社は、取ったというのは人聞き悪いんですけど、愛知環状鉄道さん、伊勢鉄道さんでございます。これはですね、一緒にやらなければダメなんですよね。なぜですか？これはJR 東海さんの戦略ミスがいつもこの2つついで出てくるからです。それでは前に進めましょう。のぞみさん、お願いいたします。そうです、テーマは3ついたします。1、愛知環状鉄道、伊勢鉄道の歴史と背景。2、JR 東海の空白の1年の行動。3、愛知環状鉄道、伊勢鉄道の活躍、JR 東海の行動不思議ちゃん。なんですか、不思議ちゃんって結構かわいいネーミングですね。はい。1、愛知環状鉄道、伊勢鉄道の歴史と背景。1970年代、国鉄の貨物輸送は絶頂でした。関東は武蔵野線、関西は福福線があったのですが、東海地区だけは福線でした。また、当時はコンテナが主流でなく、二軸貨物が主流でした。ローカル線にも貨物がまんべんなく走ってました。だから旅客列車の邪魔になってきたのです。東海地区の東海道線は、過密ダイヤとなり逼迫しておりました。
そこで浮上したのが名古屋近辺の貨物船です。一つは笠寺から分岐してそのまま名古屋貨物ターミナルへ行く南方貨物船、二つ目は岡崎から豊田、瀬戸を経て高蔵寺、勝川、稲沢や名古屋貨物ターミナルに向かう名古屋鵜飼の貨物船用船。名古屋貨物ターミナルは大阪方面からは貨物列車はダイレクトに運行できましたが、東京方面からは一旦稲沢操車場でスイッチバックしなければいけない不便さがありました。そこで浮上したのが名古屋近辺のこの2つの貨物船計画です。すでに新豊田までは岡田線は開業しておりましたので、新豊田から瀬戸駅まで延伸、瀬戸駅から分岐、岡田線は多治見まで、瀬戸線は高蔵寺を経て勝川、小田井を通り琵琶島を経て名古屋貨物ターミナルへ接続する計画でした。名古屋を大迂回する形で貨物列車をスルーさせるバイパス線として機能する予定でした。その貨物線って愛知環状鉄道と東海交通事業の常北線そのものですね。そうです、名古屋の武蔵野線を計画しておりました。国鉄瀬戸線は新豊田から高蔵寺まで鉄建工団が工事しておりました。ところが岡田線は赤字83線の特定地方交通線に指定され廃止予定に、さらに先行開業していた岡崎から新豊田の 20km を除いて工事は凍結されました。国鉄瀬戸線瀬戸から高蔵寺の大半はほぼ出来上がってましたが、未成線としてしばらく放置状態となりました。岡田線は83線の中で唯一電化されていた区間でした。鉄道の背景、伊勢鉄道の前身国鉄伊勢線は1973年に東海地区と伊勢志摩方面とを短絡する目的で開業しました。伊勢線には実はもう一つの計画がありました。工業開発計画と南伊勢線という計画がありました。工業開発計画の一環として高茶屋から伊勢志摩で貨物船のバイパスを作る計画がありました。しかし当時四日市ぜんそく公害が社会問題となり、住民は訴訟しました。公害を助長するとして工業開発計画と南伊勢線計画は中止になりました。伊勢線はこの南伊勢線と一体で計画していたため、伊勢線は片廃飛行、国鉄は伊勢線を冷遇しました。普通6本、急行2本、特急1本、ほとんどの列車は伊勢線があるのに亀山経由にしました。1984年には平均通過人員輸送密度は640まで落ち込み、赤字路線に指定されました。廃止には住民はほとんど反対しませんでした。近鉄があったからです。地方自治体がようやく伊勢線を守ろうと立ち上がり、第三セクターになりました。に、JR 東海空白の1年。国鉄岡田線は、国鉄民営化の1987年から1988年までの1年間、JR 東海に所属し、JR 岡田線になりました。JR 東海は、当時、東海道新幹線をもらった代わりに、新幹線保有機構に多額の利用料を払って足かせとなっていました。発足当初から鉄道事業で収益を支えなければならない経営事情でした。
東海地区はマイカーの普及率が高く、また在来線は近鉄や名鉄との競争にさらされていました。だから JR 東海の在来線に関しては東海道線の高速化に経営資源を集中しておりました。 JR 東海は発足当時から数年は岡田線、瀬戸線、伊勢線の面倒なんて見ている状況ではなかったのです。でも少し考えれば他のローカル線よりはこの路線が重要という理解はできたはずだと思います。3. 愛知環状鉄道、伊勢鉄道の活躍、 JR 東海の行動不思議ちゃん。伊勢線は JR を経ず第三セクターの伊勢鉄道になりました。岡田線と未成線の瀬戸線の一部、瀬戸から構造時は愛知環状鉄道として開通しました。愛知環状鉄道は愛・地球博のアクセス路線となった上、トヨタ自動車の鉄道通勤の推進も助け発展し続けました。 JR 東海も乗り入れております。一方の伊勢鉄道も JR 東海の短絡線として快速三重やワイドビュー南紀の通過路線となりました。この重要路線を買い取ろうともせず JR 東海はスルーしました。岡田線、伊勢線は JR 東海が買い取るべきだったのです。岡田線と伊勢線の特定地方交通線指定は国鉄の消極経営の結果、第三セクター化は JR 東海の経営戦略ミスです。まさに国鉄の日差しを貸して JR 東海収益源の重屋を取られた形になりました。のぞみさん、かなり JR 東海のディスりますですね。いえ、事実を言っただけですよ。おー、強気ですね。それでこそ鉄道かビジネスカジュアルのナレーション、ナレーターですよ。それでは次は JR 東海の不思議ちゃんいきましょう。はい。じゃあこの1987年から88年の JR 東海の責任者はどなたでしょうか。責任者出てこいという昔あの人生功労師匠のぼやき漫才がありましたんですけど、責任者はどなたですか。はい、1987年から1988年当時の JR 東海の責任者、社長は須田博さんという方でした。戦術の通り東海道線以外の路線に構う余裕がなかったといいますが、分析することができたはずです。またもう一つの計画、南方貨物線も凍結となりました。現在でも貨物列車の稲沢操作場のスイッチバックは継続されています。なんで上北線だけ独立させて貨物も走らずに勝ち側で行き当たりになってるのか不思議でしょうがないですね。上北線だけは JR 東海に残る形となりました。でもここも一悶着ありました。瀬戸線の勝ち側から琵琶島区間の工事再開が決定した後、鉄道建設運輸施設整備支援機構旧鉄建公団への返済問題が浮上しました。工事費用は622億から1400億に膨れて、当時の須田社長及び三宅会長は運輸省に減免を申し出ました。減免は受け入れられず工事は凍結、沿線住民は再開を求めました。JR 東海の業績が向上も助け、1989年に減免を諦めて工事再開。しかし須田さんは上北線を JR 在来線との貨物や旅客との乗り入れはメリットが見込めないと表明。今の上北線の形となっている名古屋付近の高規格線に機動車1台が走っている異様な風景となった。まさに飼い殺し。のぞみさん、ありがとうございました。このようにですね、1番は、愛知環状鉄道と伊勢鉄道の第三セクター化、それから2番目が
南北貨物船の凍結で、3番目が上北線の買い殺し。これだけ建設費用にお金をかけてリソースを使ってできたものが凍結とか買い殺しとか、一体何を動力を得て何を得たんでしょうか、 JR 東海さん。最後までご視聴いただきありがとうございました。いい動画と思ったらグッドボタンを、悪い動画と思ったらバッドボタンを押してください。また、改善のためのコメントをいただくとありがたいです。